皆さんこんにちは、アップルニスタです。本日は先日出しました動画、エスパルスの動画と非常に似た攻撃がマリノスでも見れましたので解説したいと思います。両指揮官は昨年マリノスで監督とヘッドコーチだった関係もあり、非常に似た崩しでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。スローインからセンターバックに逆サイドへ展開しました。この2人はセンターバック、そしてこの2人がボランチ、トップ下、センターフォワード、左ウィング、映っていませんが右ウィングが右サイドに張っています。そしてこの2人がサイドバックとなります。右サイドバックは右サイドバックらしいポジションにいますが、左サイドバックがインサイドに入っていることがわかります。この相手サイドハーフとボランチの間にポジションを取ることによって、相手サイドハーフが中央を絞るので必ずウイングへのパスラインが開きます。ウイングにパスが通れば相手サイドバックと1対1の状況を作れます。ここで例えばこの左サイドバックが従来のサイドに幅を取るポジションを取っていたとすると、中央でパスを受ける選手がいなくなってしまいますので、相手サイドハーフは予測でき、よりサイドバックにアプローチをかけやすくなることができます。そうすることでウイングへのパスラインも消してしまうことになります。サイドバックがインサイドに入ることでウイングへのパスラインを開け、ウイングで1対1の状況を作ることができました。しかし相手のアプローチが良かったので1対1を前方に仕掛けることはできず、逆サイドに展開を選びます。ここで今度は右サイドバックがインサイドに入っていて、ボランチのような役割をしています。先ほどと同じようにここに立つことによってウイングへのパスラインが開くことがわかると思います。そしてもう一つ、このポジションを取ることによって相手左サイドハーフは中央を絞らざるを得ません。なのでここに広大なスペースができてしまいます。そこに高い位置を取ったボランチが開くことで相手左サイドバックと2対1を作ることができます。ここでの崩しのパターンとしては、ボランチに入れて相手サイドバックを引き出してウイングを使うパターンと、1個飛ばしてウイングに入れてボランチがインナーラップするパターンと、主に2つの種類の崩しがあると思います。実際には右サイドバックがさらに降りて相手左サイドハーフを引き出し、さらにスペースを空けて1つ飛ばしてウイングに入れてボランチがインナーラップして背後を取ったシーンでした。それでは流れで見てみましょう。サイドバックの立ち位置がですね、エスパルスとマリノスが非常に似ていて、いかにウイングのところで1対1を作るか、そのためのサイドバックのポジショニングがエスパルスとマリノスでは特徴的でございました。ここでもウイングは必ず1対1ですね。さらにインナーラップをすることによってボールホルダーを助けるというアクションだったのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回 J1 が再開し第2節が行われましたが、エスパルスとマリノスの試合を見て非常にボールの動かし方が似ているなと思いましたので、両チームの解説を2回に分けてさせていただきました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、こんな解説が足りなかったなど、何かご意見あればコメントいただければと思います。それではまた次のエピソードで会いましょう。さようなら。